皆さんこんにちは、はさなぎコンサルティングの司法書士の加山里奈です。今日はですね、動画なんか話す前に見てください。これかわいいドラちゃんのドラえもんのクッキーです。顔描いたんですよ。これとある司法書士 YouTuber からもらいました。かわいい。これさ、眠そうなドラちゃんで、これ普通のドラちゃん。顔他にもあんのかな。あ、かわいい。これとかこの感じでいろんな表情もドラちゃんが入ってます。これ食べたいと思います。とあるですね、皆さん知ってるかわかんないですけど、とある、司法書士 YouTuber からいただきました。その名もなおなおさんです。最近動画更新しないですね。どうしたかでしょうか。いただきます。なおなおさん、ありがとうございます。うん、甘い。砂糖、コーヒー、ブラックコーヒーです。砂糖でできたお菓子、甘いですね。美味しい。お疲れ様でしたって言ってこれが送られてきました。なおなおさんからありがとうございます。最近動画更新してないんで楽しみにはしてるんですけど、資格試験系ですからね。まあということで、今日はですね、何喋ろうかな。司法書士の、結構ですね、最近司業の人と結構よく会うんですよ。まあ結構というか、まあいつもなんですけど、例えば税理士の先生とか、まあ、行政書士の先生とか会うんですけど、行政書士もですね、税理士も政治力が非常に強いというお話をしてました。政治活動というか、その政治力が非常にですね、強くて、会の活動もすごく活発的で、すごくですね、それは見習うべきところがあるんじゃないかなと思わせていただけるぐらいですね、ロビー活動というのも積極的にされているということです。でよく考えたらですね、司法書士の議員っていないなと私は思いまして、いわゆる国会議員ですね、司法書士っていないんですよ。いわゆる司業って言われているジャンルとして、例えばね、弁護士、税理士、会計士とかね、あと社会保険労務士、行政書士って、まあ、いっぱいたくさんのね、司業って言われてる人いっぱいいるんですけど、これらみんな全国会議員いるんですよ。でも調べたらですね、なんと司業の中でも司法書士だけですね、国会議員がいないということで、と思って驚きました。で、私がですね、過去にもいたのかなと思って調べたところですね、姫井先生という方が過去に一度、やられていたと。参議院議員ですね、姫井由美子先生かな、確か姫井由美子先生という方で、過去にやっていたみたいですが、今の現役のですね、国会議員でやっている人は、残念ながら一人もいないということでした。もしかしたらですね、地方議員ではいるのかもしれないんですけど、ちょっとですね、地方議員に関しては私は調べきってないので分かりませんけど、やっぱりね、こう国会議員がいないっていうのはね、どうしたものかなと思います。で、そういう結局いないんで、司法書士会とかもね、こうなんかね、やってほしいとかね、要望があった時とかの窓口ってなるね、人物もね、きっといないんだろうなと思います。まあちょっとそれは分かんないんですけど、なんでなのかなっていろいろ考えたんですけど、やっぱりね、司法書士そのものの性格の問題なのかなとかすごく考えてました。やっぱりこうすごく保守的で、こう外にやっぱ 出るのすごく嫌がる人がやっぱりすごく多いイメージが私はすごいあるんですよね。その特に議員とかになりたいっていう人もあんまり司法書士の性格上そんなにいないのかなとか、よく考えたりとかも、していました。で、私の、ね、こう知り合いの人に、まあ、ちょっと知り合いの、そのいわゆる県議会議員の人に、司法書士っていないですよねって話してて、まあ、いないことはないっていうか、なんかね、当選しないらしいんですよね。そう、地方議員ですよ。もうね、3回やって3回落ちてるっていうなんか人がとかね、そういう話を聞いて、そういうね、いわゆるね、ちょっと微妙なニュースしかね、なんかどうしても聞かなくて、すごく残念だなと思いました。司法書士でもね、特に法律の専門家とねして、やっている以上はですね、法律にね、関わるものとしてやっぱ議員とかね、ぜひね、積極的にやりたい人手を挙げてほしいなというふうに私は思っております。特に私なんか、私のようなね、タイプは別にちょっと違うと思うんですけど、純粋なね、いわゆるその政策とか、なんていうの、私は完全にその毎週のね、
ところでこの活動をやらせていただいてんで、他のね政策とかをやろうっていうね気はもう全くないので、そこはですね、他の何ですか、やりたいというふうにね志す人間がね、司法書士でいればいいなというふうに思っております。私はまあ関西代理権とかね、関西裁判の代理権使ってやっぱり NHK 問題取り組んでるので、やっぱそこにそこ一本でやっぱ私はやりたい、集中したいと思ってるんですね。だからそんなに言うなってお前がやれよとかね言われちゃいそうですから、一応先に言っとくと、私はそっちをすごくそっちに集中したいと思っているので、ぜひその司法書士会とかね、なんかそういう会の活動とかなんかまあ貢献したりとかするよっていうことよりもですね、大前提としてその司法書士で、世の中の役に立ちたいとかね、そういう人が現れてくれたら私すごくいいなと思っています。なんか会とかね、司法書士っていう資格をこう守るとかいう意味じゃなくて、単にそういうね司法書士の活躍がやっぱりあったらいいなって、同じ司法書士としてはすごく、思っております。なんかあとはね、なんだろうな、まあでもそうですね、司法書士はいないみたいですね。県議会議員とかいるんですかね、わかんないですけど、なんか、知ってる方いたらぜひ、教えてください。司法書士の国会議員、特に衆議院とかね、いたらいいなって思ったんですけど、残念ながらいなかったので、ぜひね、そういうのを目指してくれる司法書士とかいたらすごく嬉しいなと思っております。まあでもね、やっぱりその司法書士、いわゆる一時期ちょっと行政書士のね、先生方方で、まあ、商業登記ですね、いわゆる会社関係の登記 の代理権がもしかしたら行政書士の先生の方に付与されるって話も実は一時期あったんですけど、それが、まあ、一応ですね司法書士 の、まあ、専門的な、ね、分野として、残してもらったりとかしていたので、全くね、政治力がないって、まあ、一切ないってわけじゃないと思うんですけど、でもそうやってね、なんていうんですか、会の活動とかね、自分たちを守る活動を、することもね、やっぱり一つだと思うので、その会のね、そこにはやっぱりね、政治力とかで負けてしまうと、司法書士というね、仕事の領域がね、どんどん、まあ、侵されていってしまうので、それをね、ちょっとね、私はとっても、心配しています。で、まあ、ただね、司法書士も行政書士も、まあ、弁護士もそうですけど、みんなそう職域っていうのはあるので、そこをね、なんかそこね、なんか過剰にならずに、まあ、分けてね、仲良くでやれればいいんだけどなとも思いますけどね、どうなんでしょうか。でもそういうね、ぐいぐいとね、職域を広げていく、その行政書士の先生の活動とか見ると、やっぱり司法書士もね、どんどん職域広げていければいいなというふうに、私は思っております。はい、ということで、なんだっけな、あとね、そうはね、政治連盟っていうのがあるんですよ、実は。司法書士会政治連盟っていうのがあって、普通ですね、その資料はいわゆる政治連盟ってみんな持ったのあると思うんですけど、その会費の中に政治連盟のお金って入ってるんですよ、みんな。だけど司法書士だけは実は別なんです。ちなみに私も入っていません。入る必要性はあんま感じてないので入ってはいませんが、そういうね、会の政治連盟みたいなところとかも、すごくなんかこう活発にね、いろんな活動はしてるみたいですけど、行政書士の先生は多分そこがすごく充実してるから活動もねすごい活発なんだろうなとも思います。ということで、打開策はね何か分かりませんけど、とにかくね、そもそもねお金云々とかの前に、司法書士の中でやっぱりこう人を助けたいとか法律家っていう風に言う以上は、なんかこう世の中の役に立つとかいう思いを持って、すごくそういう政治とかに挑戦する人がいたらいいのになっていうようなね、私の感想でした。ということで、また動画更新したいと思います。なんかダラダラ今日は喋ってしまいましたが、私も頑張ってまいりたいと思います。ということで、最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。